冨樫先生、あのツイートマジで先生ご本人のものってことでいいんですか？どうもリットです。今回ですね、ツイッター界隈業界がマジで騒然となるようなとんでもないことが起きているという、これそれに関する動画を撮っていきたいなと思います。で、多分この動画が上がるのかなり遅い時間になってると思うんですけど、本当はですね、僕自身も情報が出た瞬間にマジかやべえこと起きてるぞってことですぐ動画撮ろうかなと思ったんですけど、もういかんせんいろんな情報が溢れまくってて何が本当なんだっていう感じだったんで、ある程度ね、時間が経って情報が状況が整理されてから撮ろうかなって今ちょっと時間になってしまってるんですけど、そうでちょっと申し訳ないです。またあくまでこちらに関しても現時点で僕自身が知り得る情報という感じになりますんで、またねちょっと時間が経ったらまた新たな情報とか真実みたいに出てくるかもしれないので、その点だけちょっとご了承の上、ご覧いただけますと幸いです。ぜひね、皆さんの感想というか思いみたいなのもね、コメントの方いただけますと大変嬉しいです。ということで始めていきたいと思います。まず何があったかと言いますと、こちらの作品ハンターハンターもう言わずと知れた超人気作品ですよね。累計発行数は7900万部を突破している。しかし救済が多すぎてもう完結しないんじゃないかと、いやもう完結しないと、もう多くの方に言われてきたのがこの作品です。でも数多くの救済をね、何回も挟んでたんですけれども、2018年11月頃からかな、もう約3年半もうずっと救済してるということで、1000日突破した3年突破したいろいろね話題になってたんですけれども、そんな中でもうとんでもないことが起きたんですね。冨樫先生突如ツイートがあったんですよ。もうほんといきなりアカウントも多分5月開設みたいになって、もう今日とかに開設したんじゃないかなと思うんですけど、とりあえずあと4話と写真付きで原稿とかね写真をつけてツイートがありまして、でハンターハンター連載再開かということで盛り上がってるというのは今回のニュースになります。でこれツイッターとか見てなくて、今聞いただけの方、なんやと、嘘やろと、これね、偽アカやろというね、思われたかもしれません。僕もね、最初すぐそう思いました。あんな嘘っぱちにみんな騙されちゃって、ハンターハンターって呪術廻戦がね、もう似たような展開やるだけでもうハンターハンター連載再開とかトレンド入りしちゃうような作品ですからね、もうみんなが待ち望んでるという中で、もうまずこれガセだろうと正直思ったんですが、もう次々とそれがね本当だっていう情報が出てくるわけです。まずですね、これが多分こんなにバズってたのが、冨樫先生が実際に使ってらっしゃったオリジナルの原稿用紙だったんですね、この写真に写ってるのが。でしかもそのデザインも新しいデザインのもので、でページ数の書き方とかも同じだみたいなところで、これ本物なんじゃないかっていうのがまず多分話題に上がってて、でそっからなんですよね、もう問題というか、井上康生さんというね、アシスタントを冨樫先生今もやられてるのかな、ハンターハンターとかアシスタントをやられてた方が、ツイッターでこれ本物かもしれないということを話しまして、でその後に確認した本物だよというのはね、リプラン出てくるわけです。めちゃくちゃ本物っぽいなと思ったら本物でしたとね、リーチロー先生、ドクターソン作者とかなんとかにもね話していると。でそれによって村田先生って言ってね、ワンパンマンとかアイシールド21とかね、作家、まあ今ワンパンマンですけど作家やられているものすごい作家の方ですけれども、この方が引用リツイートね、冨樫先生のツイッターの引用リツイートしまして、ご本人とのことでしたというのをツイートしまして、これマジで本物なんじゃないかっていうのが今の状況で、私もこれマジで本物なんじゃないかなっていうのは思ってまして、でとりあえずあと4話、要するに原稿は進んでいるということを考えたら連載再開かというところに話がつながってきてるのは今の状況です。でもねこれツイッターの紹介文とか見てもどう見ても偽物しか見えんんですよ。これ公式括弧です、主に原稿の進捗状況をお伝えしていきますって書いてあるんですね。で今現時点も 59.8 万フォロワーもいまして、いいねの数が55万、リツイートが27万、とかやばくないこれ。もうねなんかすぐ100万いいねとかいっちゃいそうなんですけども、でトレンドももちろん入ってますし、ということで、文字通りもうね話題沸騰中というところになってます。でツイッターに関しては他なんかいいねなんかしてたりとかフォロー誰かしてたりとか、そういうことは全く今のところしてないと、このツイート一つのみでこんだけ話題になる、さすがだなっていうところはあるんですけれども、
まあね、まあでも、ね、その井上さんとか、その要するにアシスタントの方とかが、そうやって言ってるってことは、もうマジで本物なんじゃないかなと思われますが、まあ、かすかにね、やっぱその、まあ、あくまで僕も本当かどうかちょっと信じきれない部分があって、まあ、まずね、東海先生、その漫画を出してね、こんなツイート出すのかっていうところは、まあ、結構多分、多くの方が疑問に思われてるんじゃないかなと思うし、まあ、正直これやったら、まあ、漫画出せばいいやって感じのところはあると思うんですよね。まあ、もともと、多分、ツイッターそのやるというかとかないと思うから、うん、っていうところでもあるし、で、まあ、まずさっきのプロフィール文とかいろいろ、まあ、その、なんか信じきれないところもあるんですけど、その、まあ、原稿とか、その数字の書き方とかね、状況的に、でしかもその井上さん、まあ、何で確認を取ったかって、まあ、セクには分からんですわ、これはね。それは、ツイッター、まあ、ないと思うけど、DM とかで取ってるんだとしたら、ね、それ本人ですら帰ってくるわね、うん、っていうのは思いますけど、まあ、多分ね、そのなんか何かしら連絡手段があって、実際にそれで連絡を取って、本人だって確認されたんだと思うんですけど、うん、連載再開来るかもしれないぞということで、じゃああと4話って何なんやという話で、ハンターハンターあと4話で完結させるのかっていうのは結構話題になってるんですけど、これはね違うと思ってて、僕もねそんなハンターハンターのそのこれまで今日の旧姓とかのその歴史をいまいち詳しくなかったんですけれども、いろいろ調べてみたら、まあ旧姓とかしてもある程度まとまったはずで、要するに単行本が出るぐらいしか連載を毎回してるという話がねかなりありまして、要するに原作10話分がたまるまであと4話、単行本1巻ができるまであと4話だよっていうことなんじゃないかなというのをがね、私がいろいろと情報を見て思ったことです。で今現在36巻まで出てるということで、要するに37巻が出るぞと、まあ、出るように連載がされて出るぞということなんじゃないかなというのが、まあまあ、多分これ今本も間違いないことなんじゃないかなと思います。で問題はじゃあそれがいつなのかというところで、要するに何ですか、6話ぐらい書くまでに3年半とかかかってるんですよ。って考えたときに、まあ冷静に考えたら、まず3年ぐらいかかるんじゃないかと。普通に連載されるまでね。うん。多分溜まってから連載されるだろうっていうことを考えればね。うん。っていうとこなんで、全くまだ喜べない状況だ。もしこれがご本人で実際に制作が進んでるとして、これまでのやっぱ書くペースを考えたら、まあ実際また本当に本誌に乗るまでにかかる時間ってもう全く計り知れないし、むしろ先生、まあ、腰痛とかやっぱひどいっていう話をよく聞きますし、まあ、単純にモチベーションの問題とかいろいろね、まあ、なんか病気なんじゃないかとかいろいろ、まあなんか笑いがねまことしやかに流れてますけれども、うん、まあ本当にやっぱ関係しない可能性の方が高いんじゃないかなっていうのは僕は正直、まあやっぱ今やっぱ思ってしまいますね。今度救済がいろいろ挟まれていると、うん、っていうのは思いますし、うん、まあまあすぐね、例えばもうこの今年中にとかないんじゃないかなと思うんで、まあ多分ハンターハンターね、マジで好きだって方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、ここに関しては僕も本当長い目で、見ていこうかなっていうのはね、思ってます。じっくり待ちたいなと、連載、まあ、完結までね、東海先生の思うように描いていただけたらなってすごい思っておりますということで、今回のお話みたいですかね、ちょっと私にちょっと言ってないことがありますんで言っておきますと、私ね実はハンターハンター読んだことないんですよ。本当に申し訳ないことにね、でこれは逆割りとかなんでもなく、人気作品が読むのやめたとか、そういうなんか合わなかったとかそういうわけじゃなくて、高校の時も大学の時もハンターハンターがめちゃくちゃ好きな友達がねいたんですよ。それぞれね、うん、で読まない方がいいって言われたんですよ。でなんでかって言ったら完結これしないと思うからと。で読んでこの要するに読み始めて、まあ要するに救済で待つ、これも地獄だと、この時間がという子で、まあ、私はずっと読んでないんですけれども、連載再開されるんだったら読めますよ、東海先生東海先生読んでいいんですか。もう連載再開で完結まで描いてくれるのか、まあ正直やっぱねきついと思うんですわ、これはね。でまあ本当にすごい好きな人は本当にまあ多分地獄みたいな感じで、ね、僕も読もうか本当にずっと迷ってるんですが、うん、また僕もどっかでしびれを切らして読むとは思うんですけどもね、うん、っていう状況ですね。まあちょっと連載再開を心待ちにしたいなというのはまずね思いますし、はい、まあ、それがいつになるのかは分かりませんが、まあ、ひとまず私はもう少しは生きる予定ですね。じっくりと待ちたいと思いますね。よろしくお願いしますということで、まあね、ジャンプの公式とかからも、もし偽物アカウントだったらそういうのが出てくるだろうとか、ここ偽物アカウント注意してくださいとか出てくる、まあ、前の後藤先生とあったのかな、そういうのがね、うん、っていうところなので、まあ、これ、まあ、かなりの確率で本物なんだろうと。で連載再開されるか、その原作単行も1巻分がたまるまではまだかなり時間かかるんじゃないかなっていうのが、まあ正直なところですし、本当に完結しない可能性は高いんじゃないかなっていうのは思いますが、ひとまずねやっぱ応援していきたいし、こんだけの人気作ぜひね、
連載が再開して私もおいずで一緒にジャンプでまた読みたいなと思います。ということで、今回の動画は締めです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね、ハンターハンター読んでもないね、この動画を出してしまって、ちょっと申し訳ない気持ちもありつつ、まあでもやっぱね、もちろんすごいいろんな情報は知ってて、いろいろ情報もね、聞いてますし、ね、そのね、やっぱその友達のその地獄みたいな状況を見てると、ちょっとね、あれなんですけどもね、やっぱ心待ちにしてる方がこんだけ多いからこそ、もうこんだけね、笑い上るんだと思うんでね、マジでね、飛ばして、待ってます。待ってます。これがもしご本人ないとしてもね、もう待ってます、はい、ということで、今回の動画は締めてます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。でいいですね、皆さんの、こちらに関する見解なんかもね、完結するのかしないとか、これ本当戸貝先生なのかとかね、まあ、いろいろ情報があると思うんですけども、そういったね、あと4は何を意味するのかとかね、そういうのもね、ぜひコメント欄をいただけます。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は締めてます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。僕自身ですね、普段、まあ、こういったアニメの情報とか、あと感想動画ランキングとかね、あと漫画ラーメン動画も上げてますし、ぜひね、この機にチャンネル登録、高評価もしてます。大変嬉しいです。という、これ大変遅い時間になりましたがね、こういった時間にも見てくださった皆様、ここまで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。